皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが4月23日に配信した火曜日恒例の予言の3回目をご紹介します。2024年4月23日の予言。日本の小さな島々での火山噴火が見え、それは海底か島との境目で起こるでしょう。これは1月の予言だったと思いますが、小規模な噴火が太平洋の海底を揺らし、それが次にやってくる大津波の前兆だそうです。どうかこの予言で言われているお話に注意してください。太平洋での小さな火山噴火が後の大津波につながります。実際地球では多くの動きがあり、地震もそうです。今朝大規模な太陽フレアが発生し、それが地震を引き起こすのではないかというコメントがありましたが、そのような状況は常に起こっています。4月25日から26日にかけて40もの太陽フレアが発生し、それが地震をどこかで引き起こすかもしれません。それは多分中国ではないかと思っています。昨日台湾で再び地震があり、マグニチュード6クラスでした。これについては皆様も不思議だと思っているでしょうが、スピリットによれば台湾は今動いているそうです。文字通り動いているのです。その事実が近い将来明らかになるかもしれず、スピリットによればその情報が表に出てくるそうです。またソロモン諸島のどこかに島が海中に沈むのも見え、カナリア諸島かもしれません。とにかく地球は今目覚めつつあり、今自分自身を浄化している最中なのです。以前にも台湾の人たちはとても大きな地震を体験すると予言しましたが、またスピリットは中国はすでにそのような技術を持っているとも言っていました。そして地震が起きています。それが自然のものかそれとも人工のものかは様々な意見があると思いますが、スピリットがそのような技術があると言った直後にその地震が起きているのは確かです。とはいえ台湾が動いていること自体は自然なお話でしょう。とにかく台湾にはこれからも様々な災害が起こるかもしれません。日本では私がまさに予言した場所でマグニチュード 6.3 の地震が発生しました。地震活動はとても活発であり、地震地図を見ると世界で128もの揺れが観測されています。普通なら70から80くらいですが、今では128もの地震が起きています。スピリットによればこれから近いうちに150を超える地震が起こるそうです。また大津波が起こる時期が近づいていると思われますが、その場所を地図を見て特定したいと思います。前にもお伝えした通り、その地域にまた意識が引き込まれます。その場所はインドネシアだと思いますが、とても強く引き込まれています。その地域だけでなくフィリピンにも被害が及ぶでしょう。とにかく太平洋の熱帯の地域ではないかと思っています。それは次のエネルギーシフトが来るまでに起こる予感があり、その時期は今年の11月から12月にかけてです。その時は注意を払いましょう。ですが4月10日に火星と木星が交わってからはいつ起きてもおかしくはありません。この現象は水に関する事象を引き起こし、洪水や津波などを発生させるでしょう。実際に4月10日以降洪水が頻発しており、ドバイでの人工降雨もそうでした。これからさらに多くの洪水が起こると思います。今週末にもそのような災害が起こると感じており、それは40もの太陽フレアの影響もあるでしょう。これは南部に影響があるそうですので、その地域を懸念しています。そのエネルギーは木曜日以降に地球に到達すると思います。太陽フレアだけでなく水星逆行や満月のエネルギーも降り注ぎますので、それなりに注意が必要でしょう。インドネシアとフィリピンを襲うであろう津波や太平洋での地震についてもそうです。スピリットによれば多くの事象が太平洋の海底で起きており、それは海底火山も含まれます。そしてその活動の一部は海面でも観測できるくらいになるでしょう。
8月がとても強く頭に浮かび続けており、日本の火山地帯でも津波があるかもしれず、そこに誰もいなければいいのですが、もし人がいたら目の当たりにするでしょう。10月2日にも日食があり、日食の予言の動画でもそのことについてお伝えしています。その軌道は直線的に太平洋を通ります。それが何かを引き起こすのは疑いようもありません。それが今年の末に起こる津波かもしれませんし、また太陽フレアにより地震を起こすかもしれません。今回の40もの太陽フレアでの影響も気になります。先週世界中で多くの洪水が起こると予言し、特にドバイについてお伝えしました。メディアはその画像を引用して気候変動のせいだと報道していましたが、ドバイ政府は人工降雨を実施していたことを認めました。カリフォルニアでも似たような出来事がありましたが、人工降雨が逆効果になることはよくあります。この技術はベトナム戦争時にすでに使われており、アメリカ軍がベトナムの人たちを洪水で流していました。その時代にすでにその技術があったので今ないわけがなく、とても進んだ技術を持っていることでしょう。そして不都合があればメディアが出てきて気候変動のせいだと騒ぐのです。中国について近いうちに洪水が起こると予言していましたが、スピリットによれば多くの自然災害が起こると警告していました。中国大陸は大きく揺さぶられるとスピリットは言っています。数週間前には大きな地震もあった記憶があります。ここにダムから大量の水が流され町が洪水に襲われている画像がありますが、これを見ると橋も完全に流されているのがわかります。とても荒々しい映像です。中国はこのような水害に何度も襲われ、大変な時代を迎えています。これらの予言が的中してしまい多くの犠牲者が出ているわけですが、中国は決してその事実を公表しません。中国もまた人工降雨を試みてこのような事態になっているであろうことは容易に想像できます。スピリットはこれはカルマのせいだと言っていますが、これから記録破りの地震も起こるそうです。そして人々を瓦礫の中から救い出すための大規模な救出活動も行われるでしょう。中国は今年の後半に大々的な干ばつに見舞われ、また別の場所では洪水が起こり続けるそうです。中国は大きなトラブルに襲われるとスピリットは語っており、意図的に国民を飢えさせるということです。それがどのくらい先のことかはわかりませんが、中国は大量の食料を備蓄しており、何かしら企んでいることは以前にもお伝えしました。それは台湾への侵攻かもしれず、複数の攻撃を一度に行うそうです。それはまた賢くない戦略でもあります。ではどのようにしてアメリカやイギリスなどの同盟国の動きを遅らせるのでしょうか。それはサイバー攻撃かもしれませんし、潜伏している工作員を動員するのかもしれません。そうやって台湾の友好国を足止めして台湾を防衛できなくするのです。それはまるで何十億ドルもの支援をゼレンスキーに送りビーチハウスを作らせるようなものです。ウクライナの指導者がなぜフロリダのマイアミに高価なビーチハウスを持っているのか全く理解できません。きっと支援金を盗んでいるのでしょう。この支援金はアメリカ人1人当たり300ドル相当の負担であり、3億3000万人のアメリカ人がみんな300ドルずつ負担していることになります。これだけの金額があればホームレスとなっている退役軍人を即座に救済することができ、それ以外の人たちを救うのに十分な金額です。もちろん国境も守れますので今の状況はとても悲しいとしか思えません。未だに対立は続いており、それをアメリカ政府は助長し続けています。そうやって意図的に対立を激化させているのです。どうか皆様平和が訪れるよう祈り続けましょう。いかがでしょうか。ウクライナの指導者たちがマイアミにビーチハウスを所有していることは知りませんでしたが、
これが事実であれば目が覚める人もいるかもしれませんね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。